クレジットカードは多くの人が利用しているものですが、カードについている特典を上手に活用できていますでしょうか。クレジットカードを選ぶポイントは、人によって異なるものですが、利用者に対する優待特典にはお得なものがたくさんあります。商品を買うときに割引率やポイント還元率が高くなるのは、流通系のクレジットカードに多いようです。クレジットカードの商品紹介では、優待割引をアピールするところは多いため、広く知られている部分もあるようです。ホテル、レストラン、レジャーなどの旅行時の特典や、観劇やアーティストのショーなど、娯楽に関しての優待特典がついていることが少なくありません。具体的に、どんな旅行や娯楽についての優待サービスが行われているかは、クレジットカード会社によっていろいろです。優待割引特典を目的にクレジットカードを選ぶ場合には、その内容をしっかりチェックしてから決めることをお勧めします。自分の希望の内容があったとしても、クレジットカードによって優待割引率が異なることもあるので、その点についてもしっかりチェックしましょう。様々な形でクレジットカードの優待サービスが行われていますが、代表的なものは、クレジットカードの会社が取り扱っているサービスです。委託先の企業が扱っているサービスもあり、どんな会社が言っている特典サービスかによってクレジットカード特典といっても性質が違います。そのクレジットカードを使う人が日頃どんなカード決済のスタイルをとっているかによって特典の使いやすさには違いが出ると言われています。クレジットカードを選択する場合には特典にも関心を持つようにするといいでしょう。